で議員をボランティア化すると海外そうですけど、どうなるかというと、ね、早く辞めるんですよ議員中は。辞めると自分の生活というのは実は民間で食いますんで、これは大と減税になるんですよ、どうしても。先の逆で議員が税金で身分保障したのは長いことやると税金で自分が食ってるから、当然税金が多い方がいいから増税になるんですね。これはこれはね、60年かかってようやく分かりました、このとのね、だから僕たちの番組でもよくねこの話題は扱ってきてますね。日本でいう市町村レベルでいうと、ヨーロッパやアメリカは簡単に言うと兼業で議員報酬がまあゼロ、調査費だけの人たちっていうのが大半なんですよね。でさらに統計的に言うと、地方議会の議員は大体日本の議員さんの報酬はイギリス、ドイツ、アメリカの、まあ、10倍、はいそうですね、韓国の 2.5 倍ぐらいっていうね、はいはい、これなんですよね。だからほとんど異常な状態だということですよね。家業です、税金、はい、政治で飯食ったのだもん、なんでね議会そもそも議員ができたかということを言う、王様が家業化すると長いことやって彼女を作ったりですね、また庶民に表は税金をかけるわけだ。でそれはやっぱり政治の家業化はいかんなということで、人類の英知で、まあ、800年ぐらい前にイギリスで、まあ、もともとはマグナカルトで作ったけど、守れん専門だ、みんなでボランティアで金出し合って、王様に税金をかけるなら俺らに一言ちゃんと OK 取ってからにしてちょういうのが初めなんですよ、これ。だから議会というのはそもそも権力の過剰化を防ぐためにあったんだよ。それが議会がさ、これ税金で過剰になったらこれ議会なのか議員なのか王様なのかなんですか、権力そのもんなんてまた別これ、日本は重い病ですよこれ。だから自分で帰れませんから、これマーケットがないんで、今の話を裏付けるとね、名古屋市議会がまあ75人いるんだけれども、その2世3世、労働組合出身者、国会議員秘書というまあ特定の人たちが43人だから、まあ今言ったようなことがその名古屋市議会でもまあまあ起きてると。まあもっとね、多分75人できちっと、まあ、今勘定したらどうだと言っとるんだけど、本当の新人が出たやつね、あの議席が増える時だけは出ますよこれは。だし本当に交代が行われたっていうのはものすごく少ないですよ、本当に市民代表が出てきたなんていうのは、なるほど。まああのこの後の、鎌田さん何て呼んでるんだっけ、地域委員会って呼んでるんだっけ、まあ、地域委員会の考え方なんかから も聞けば、その今の議員がね特権的なものであるべきじゃないっていう、市民がやるべきだっていう話の、ね、あと政治ボランティアっていうね、政治ボランティアって考え方も、それから教育委員会でさえそうするべきだっていう話も、まあ、聞いていけば多分分かると思うんだけど、ちょっと今のあれであの議会のね、あの議員の報酬のことで言うと、まあ、そもそも議会の開催日数が80日、そうですね、委員会見れてね、委員会見れて80日程度年間、だからまあ報酬がその1600万っていうのは、まあ、もちろんあの多分反論としては、いやそれ議会あの、市議会がない日も立法活動したり調査活動してるっていうふうに言われる、講演会活動になってますね、まあね、それは自分のまあ就職活動みたいなもんもありますよね、これ、はい。で一応特権的なことを言うとですね、ここは議長副議長はとっても民主的に1年交代ルールなんですね、民主的なのか形式的なのかと。でそれは議長副議長になると報酬が、あの23万円アップすると、で公用車もつくセンチュリーがつきます、まあ、センチュリーと、まあ、そこはやっぱトヨタなんですね、トヨタなんです私もセンチュリーだったんだけどやめましてね、今は普通のフリープリウスです、今度は K に変わりますけど、あ K に変えるんですか、はい、で、まあ、公用車もつくと、だからまあそのおいしいポストを中町で回していくんじゃないかっていうような記事が、まあ、あのダイヤモンドオンラインに出てますけども、それから4年の任期中に一度は海外視察ができると、で費用は1人120万円だから、それだけね、まあ、いわゆる調査費のようなものが支給されているにもかかわらずですよ、日本の市のレベルですと、そのいわゆる市長提案の議案と議員提案の議案を比べると、市長提案に比べると議員提案、つまり議員さんが提出される条例案等っていうのは10分の1以下なんですよ、でこれひどい話ですよね、何のために調査費使っとるのかということですね。まあ、僕は最後に、まあね、市長の方も年収2750万で4年ごとに4220万でしょ、で私はこれ800万しとるけど、要するにこっちもしっかり飯が食えるんです、
それだけで。お互いにまあそれでもし、ね、両方飯が食えるから裏でまあそんなよ言って上手にやれ締め合いじゃないですかというふうに長年60年の生活の知恵ですわ。でまあしかもね投票率はまあですねせいぜい3分の1で以下しか取れない。逆にそういうふうに慣れ合ってるってことは、まあ、市民が住民が参加するチャンスは奪われてるってことですね。で参加せん方が実は、これは某昔エリア様が言いましたけど、経済と違うとこはみんなでね、コーヒー屋行くのやめよういうことになると、コーヒー屋みんな潰れるんですけど、みんな選挙行くのやめよういうことになるとどうなるか言ったら、現職が全部当選するんですよ。これね、権力構造違うんですよね、これ。ただね、河村さん、当然まあそこで反論としてね、出てきそうなのは、もしそういうふうにボランティアにしてしまうと、その所得の手段を持っている人しか、まあその政治家になれないと。だから河村さんはあの自分の家でその家業をやってるからいいかもしれないけど、例えばサラリーマンとか、例えば大学教授とか、例えば何だろう公務員とかはその政治にそういう形で参加できなくなるじゃないかっていうようなまあ反論があると思うんです。それは河村さんどう？まあそこらはね、確かにね、兼業できるような社会にしていくことは重要ですよ。だけど問題はですね、あの税金で身分保障するとやめないんです、まずこれ。だからやめない以上新しいの出れないですよ、手数が決まってるから、そもそも。だからそもそもそういうふうになってきますと早くやめるんですわみんな、これ、ほんである程度 www.videonews.com